ねずっともみちゃんです。今日は10月の当日券売り切れの平日のゆりばの混雑状況を見に行きます。イエーイ。あとちなみにこのウミキーメディア、これからもユニバの混雑状況をお届けするので、ね、チャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、ハロウィンシーズンのユニバの混雑の特徴やけど、ハロウィン当日の1週間ぐらい前からですね、パークね、めちゃくちゃ混んでくる傾向あるんですよ。で、今日なんですけども、平日木曜にもかかわらずね、取り付けね、売り切れになっちゃってるんですよね。いやー、そんなことなるか、ちょっと驚きやねんけど。で、この理由やけど、考えられるのがですね、まあ、年パススタンダードの除外日が、10月の後半から金曜日から月曜日になるんですよね。で、金曜日の前の日の木曜日はですね、年パススタンダード日がね、どっと来ると思うので、まあ、それによってね、まあ、ゲストが多くなって当日券売り切れになってるのかなと思って。まあそんな頃で早速ね、今からパークの様子をね、見に行きます。で、今日のね、まめちゃんのコーデなんですけども、いつもね、皆さんにね、まめちゃんにどんなコーデしてるかね、聞いてるんですよね。で、ゲンガーコーデしてくださいって聞いてるから、今日ですね、このね、ゲンガーの帽子をかぶったゲンガーまめちゃんの僕がね、皆さんにね、パークの様子をね、お届けします。じゃあ早速やっていきます。ゲンで、パークの様子を見に行く前に、ここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、気温的にはですね、まだまだ最高気温ね、25度ぐらいなんですよね。だから服装的にはですね、昼間はね、半袖でね、過ごすことができます。いやー、もう今年いつまで暑いねんって感じやけど、まあ天気予報曰くね、どうやらね、11月ぐらいまでね、まだあったかいらしいんで、いやー、今年は異常気象なんでね、まあこれからね、まあ、クリスマスシーズンにユニバに行く方もね、日によったらね、暑い日がね、あるかもしれないし。で、今日のユニバはですね、7時15分にね、オープンしました。じゃあ今から早速ね、パークの中に入っていきます。で、ユニバにはですね、3年ちゃうわ、なんで3分ぐらいで入りました。3年はいくいな。で、エントランスの様子やけどさ、いやー、ここのエントランスからすげーな、めちゃくちゃにぎわってるで。いや、今日ね、もう当日券売り切れっていうね、もう平日じゃないんじゃないかって思うぐらいのね、まあ、混雑になってると思うからね、うん、ここからめちゃくちゃやばい。いやー、すげえなー。で、エントランスが入って右側にあるマリオカートとスーパーサンドポップコーンバケツカートもですね、いやー、これもえげつない列やわ。これもね、もう商品買うためにもう余裕でね、もう20分以上かかるんちゃうかな。で、前日のロールクロワッサンとイノスケッチレタスのカートもですね、いや、これも普通に列並んでるな。でもまあ、それでも大体5分以内で買えるね。で、鬼滅の刃 XR ライド前の様子だけど、まあこのね、鬼滅のね、アトラクションの待ち時間もですね、まあ言うてね、めっちゃ爆発してるやんっていうわけじゃもないねんけどさ、いやー、それでもね、長い待ち時間になってるよね。ここすげえわ、相変わらず。いやー、で、これもちょっと半端ねえな。ポケモンのハロウィンフードが売ってるスタジオスターズレストランもですね、もう余裕でね、外まで街です、残念で。いやー、これやったら大体ね、商品買うためにですね、1時間90分ぐらいかかりそうやな。で、名探偵コナン 4D ライブショー、星空のジュエだけど、いやー、すごいタイミングだね、歌えた。で、このコナンもですね、比較的に長い待ち時間になってるわ。しかもそもそもね、このコナンってさ、所要時間が長いから最低待ち時間でもね、もう30分なんですよね。でもやっぱね、今日はね、当日券売れてるから、もう30分待ち以上が当たり前やわ。で、今日のね、まあ、ニューヨークエリアの様子やけど、まあここはですね、まあ、18時からね、バイオのアトラクションが始まるんやけど、まあ、ハロウィンシーズンはですね、まあ、ここでね、まあ、いろんなショーとか、あとはね、グリーティングとかも行われてるから、結構ね、人通りが多くなってるよね。で、ここのニューヨークエリアにあるフィニガンズバー&グリルとかに関したら、現在60分待ちって、余裕で1時間並ぶっていうね。で、ここのフィニに関したら、それこそさ、ほんまに
めちゃくちゃ混んでる時やったらですね、250分待ちとか200分待ちも行ったりするんですよ。とにかく人気のレストランになってます。ハミクマとハミクマソウルのグレーティングがやってる豪邸セカンドストリートスタジオでは、ハミクマのチケットはね売り切れですけど、ハミクマソウルは売ってるねんな。だからハミクマソウルはねまだね買いやすいね。で、ユニバーサルマーケット、だからラグーン沿いのね、フードカート密集地帯の様子やけどさ、ここもすげえな、ドルテチュリトス、ティラミスのカートもですね、もうえげつない街でちゃうわ。いや、これもね、商品化を痛みにですね、もうね、30分以上かかるんちゃうかな。めっちゃ人気。ブーホットドッグ、チリミート&アボカドディップもね、ここもすごい街でちゃうな。これも商品化を痛みに、もう20分以上かかりそう。めっちゃ並んでる。でルイーズニューグピザパーラーの様子やけどさ、柵の中びっしり塗れちゃうわ。これさっきまで待ってたら20分ぐらいの待ち時間なんですね。で刀鍛冶の里ひょっとこてなんですけども、これね入店整理券取得しないとね体験できないですけども、今の時点でこちらです。もう夕方の4時っていう、いやすげえな、これもなくなるスピードが。でミニオンパークに関したら、いやもうこれめちゃくちゃすげえな。もうミニオン関係のアトラクションの待ち時間もねめちゃくちゃ長くなってるわ。やっぱもう最近のねユニバのねハロウィンイベントに関したら、ハミクマとかポケモンとかそういうねファミリー層に人気のイベントがね多いんですよ。その影響でねファミリー層に人気のねアトラクションですね、常にね混んでるっていう。あけどさ、ミニオンのクッキーサンドが売ってるデリシャスミニに関してはですね、もうこれ大体5分ぐらいで買えるわ。ここはそんな混んでないね。いやけどさ、ミニオンバーハチョウチャカレーが売ってるミニオンハッピーキッチンは、ここはですねすげえ待ち入れちゃうわ。商品買うためにですね、もう大体ね、もう20分ぐらいはかかるんちゃうかな。それ以上かかる可能性あるわ。めっちゃ賑わってる。で、サンフランシスコエリアやけど、いや、ここもね、ミニオンパークからね、ジェラパエリアにつなげる道でもあるんやけど、ここも今日すげえ人通り。で、ここのエリアにあるハッピネスカフェもね、すげえ街列になってね。それこそさ、あそこのね、コカ・コーラのオブジェ、のところですね、一回ぐるっとね曲がってね、ちょっと二重の街列になってるんですよ。半端ないな。これやったら商品買うためにですね1時間ぐらいかかる可能性ある。でハミクマとハミクマソウルのドリンクが売ってるワウフカフェに関してもですね、これもすっごい街列やな。これも商品買うためにですね、いやこれ15分ぐらいかかるんちゃうかな。めっちゃ人気。でこれ普段ね動画見てる人だったらびっくりすると思うけどさ、いつもはですね空いててすぐに商品買えるザ・ドラゴンズパールもですね、ちょっと外まで待ち列できてるっていう。でジュラシックパークエリアの様子やけどさ、いやーここもこことってめちゃくちゃ賑わってんな。いやそれこそダイナソーの待ち時間なんかほぼ限界突破してるやん。いやーめっちゃ並ぶな。いや9月とか来た時さ、空いてる時やったらねマジで一瞬で乗れたけど、もう10月の後半になったらもう爆発せんで。でジュラパエリア内にあるスモークチキンのカートに関しても、いやーここもね長い待ち列になってるな。でもまあここに関してはですね、まあ、レジ数が多い影響で回転率が結構いいよね。だからこれやったら大体買うために、まあそれでもね20分ぐらいかかりそう。めっちゃ人気。でここもすげえわ、フォークリフトが売ってるカートだけど、いやーここはえげつない街列やな、安定に。いやこれだってさ、ディスカバリーレストランの近くぐらいまで並んでんで。いやーこれに関したら商品買うためにね2、30分かかるんちゃうかな。あとディスカバリーレストランに関してもですね、ここね普段ですぐに商品買えるけどさ、今日はですね中めっちゃ列並んでる。いやーこれもね、大体買うためにね10分15分ぐらい長かったらかかるかな。でウォーターワールド前およびね任天堂ワールドの入り口付近の様子だけどさ、ここはね相変わらずねマリオのエリアの入り口あるから常にね人の行き交いがあるわ。で、まあ、今回もですねすいません皆さん、僕ね昨日のね夜のパークの様子を見に行って、まだね今日ね朝ね起きるの遅くなりました。今日ね、まあ、ユニバに入った時点で、もうね、任天堂ワールドね、夜のね、エリア入場整理券になってました。今回もですね、
スーパーニンテンドーワールドの様子をねお届けすることができないです。ほんまにねすみませんということで、もうハロウィンじゃもう恒例になってるよねこれほんまにごめんなさい。で今日のねスーパーニンテンドーワールドのエリア入場整理券情報なんですけども、今日はですね7時35分頃にはですねエリア入場整理券配布になってたらしいです。で今の時間帯でこちらです。もう今の時間帯でね、もうねもちろん夜っていう。で最近はですねスーパーニンテンドーワールドね途中でねエリア入場整理券配布終了になって抽選券配布になることも多くなってるんですよね。で抽選券になっちゃったらですねもうランダムで選ばれないと入ることができないから、もう絶対にねニンテンドーワールドに行きたい方はですねもうエリア入場整理券情報はですね常にねユニバの公式アプリでチェックしてね取得してください。ほんまに大事です。で今日ね、まあ、マリオの様子をね見に行けないですけども、まあ、マリオ関係のアトラクションの待ち時間ね表示します。でまずマリオカートがまあこんな感じです。いやもうマリオカートももう安定中のもう安定よね。めちゃくちゃね待ち時間も長くなってるわ。でヨッシーアドベンチャーもまあこんな感じです。でこのマリオカートとヨッシーアドベンチャーに関したらエリア入場制限がかかったら人数が一定になるよね。だから、まあ、鬼滅とかみたいに、まあ、200分待ちとかそういうのはならないんだけどさ、やっぱもう常にね同じぐらいの高い水準のね待ち時間になってます。ちょこちょりとするとロングソーセージパイのカートに関してもねこれえげつない待ち率だから、これも 2,30 分かかんで、あとアミティビレッジで次はねアミティビレッジの様子だけど、いやここもえすげえな、ほんまにもう人が川のように流れてるんだ感じ、うん、でここのね上手なアトラクションの待ち時間はね今日は比較的長くなってるよね。だってアミティランニングレストランもね余裕でさ外まで待ちで続けてもいやー半端なくねこれ。いやここまで並んでたらこれ商品買うためにさ、ここまで回転率がいい方のレストランなんですよ。それでもねもう 2,30 分かかるんちゃうかな。これもエグいわ。美味しいピザと上手スプラッシュが売ってるボードウォークスナックに関してもうわーこれさーシャドウまで出てるで。これもう商品買うためにこれやったら20分ぐらいかかるかも、いやそれ以上かかるかも、めっちゃ混んでるで。あと俺ちょっと思うねんけどさ、まあ、基本的にですね10月11月の平日ってそれこそ修学旅行生ゲストとかあとは結構ね海外の団体ツアーっていうのかな、団体ゲストがめちゃくちゃ多いんですよね。その影響でさほんまね先週の日曜日と比べてもこのね今日の木曜日の方がね混んでるっていう、半端ないな。で今日もねやってきましたよ魔法界で歌いますか、トゥートゥルトゥートゥートゥー、マミーマメーポーポー、歌もうヤバくても歌うよ。で魔法界の様子だけどここどうなってんの、もう人が多すぎてもうわけわからんことなってるけど、ほんまに。でもちろんですね今日もマグルたちがここの魔法界にいっぱいいてさ、もうそれこそびっくりするのがねアトラクションの待ち時間よね。もうハリーポッターのアトラクションね2つともめちゃくちゃ長い待ち時間になってる。もう100分待ちとかも当たり前になってるもんな。いやもうこれ歩くのも大変なレベルなんだけど、すげえな。で今日の4両のチュリサスだけど、グリフィンドールチュリサスとリーブンクローのチュリサスですね。でここのチュリサスカートもですねもう人が溢れ返ってるわいやこれも商品買うためにさもう 2,30 分はかかるんちゃうかな。で3本の大きいの待ち列だけど、いやこれも限界突破してるな。もう余裕でねそこを超える街です、そこちゃうわ柵を超える街列になってて、これじゃ商品買うためですねもう1時間以上は平気でかかんない、いやそれ以上かかるかも。でここもねめちゃくちゃにぎわってるけどさ、バタービールのカートもですねえげつない街列になってる。うわーこれ久々にさもう30分ぐらいかかるんちゃうかな。今年結構このバタービールカート空いてたよね、うん、やばいよやっぱりハロウィン期間は。でワンドマジックの待ち列もすごいわ、これも平気で10分以上、長けたら20分ぐらいかかるで。で今日のねユニバーサルワンダーランドの様子やけど、まあここもねすげえ人の数、うん、
いやーもう9月の平日なんかすごい空いてたけどな、やっぱもう10月はもう後半になるにつれてめっちゃ混んでくるわ。ここのワンダーランドにあるスヌーピーバックロットカフェに関してももうね余裕です、外まで待ち列できても。いやこれも商品買うためにですねもう40分以上かかるかも、いやそれ以上かかるかも。あとカレースティックのねカートに関してもね、いやこれもすげえ長いわ。うわこれアズールディカプリもう超えるぐらいの待ち列になってねえけど、やばこれも大体ね20分ぐらいかかるんちゃうかな。でセントラルパーク付近の様子やけど、まあここもねやっぱいろんなエリアにつながる道であるから安定ね人通りがすげえ多いな。いや俺それこそさ、ここのアズラディカプリにあるこちらのアズラディカプリはめっちゃ日本語になったら、アズラディカプリですね、入店整理券が必要やけどもうね入店整理券ね配布ね終了なったんよ、やばない。でパークサイドグリルはですねこれね入店整理券取得が必要やけど今の時間帯でこちらです。まあこっちはまだ取りやすい方なんかな。でハリトリバックドロップ前の様子やけど、いやここのね、ハリトリの待ち時間もね、めちゃくちゃ長いし、もうバックドロップもね、安定長いね。やっぱ今ね、修学旅行生ゲストが多い影響で、やっぱこういうね、大型の絶叫系アトラクションってさ、やっぱ混む傾向があるよね。めっちゃすげえわ。で、マリオカフェ&スターもですね、ちょっぴり外まで待ち列並んでんもん。で、ここの店やけどさ、ほんまにね、商品受けてるまでに時間かかるんよね。これやったらね、もう30分以上はかかる。いや、それ以上かかる可能性もある。で、チェーンソーマンのフードカートに関してもね、いや、ここもすごい待ち列やわ。いやー、これも商品買うためにね、いや、おそらく30分ぐらいかかる可能性もあるんで。で、パークの様子を見に行ったんですけども、まあ、後で夜の様子をお届けする前に今日のユニバの各種事件の販売状況をねお見せするけどさ、もちろん今日はですねユニバのね年パスおよびスタジオパスはね全てねノーセール、全て販売なし。でエクスプレスパスのね在庫状況に関したら、いやー今日ももうさすがやな、もうほぼ売り切れ。けどハロウィンセットはですねずっとね売れ残ってたね。で一通りねパークの様子を見に行ったんで、まあここでねおもみ TV の今月状況恒例のねまめちゃんの質問コーナーねやっていきます。でまずはですねまめちゃんの声かけに関するね質問ね受けてたんですけども、まあ基本的にですねこのまめちゃんね声かけとか OK なんですよ。だけど、まあ、他のゲストに迷惑になるような形だけは、例えば人がめちゃくちゃ多い中でとかであったりとか、もうショップ内とかですねお断りねすることもねあると思うんです。この辺ねご了承ください。で次はですねハロウィンイベントが終わってからクリスマスイベント始まるまではパークすくんですかって聞いてたんですよ。で、まあ、このね、まあ、混雑予想に関する動画ですね、まあ、近日ね公開しようかなと思ってるんですけども、まあ、基本的にですね、まあ、ハロウィンイベントが終わってもねパークねまあまあね混んでるんですよね。でまたここら辺のね詳しい動画ねまた上げるつもりなんでね、ぜひねまたね待ってください。で最後にですね昨日のね夜の様子もねお届けします。それがねまあこんな感じです。今ね19時28分だけど今からねパークの様子をね紹介するけどさ、さすがねもう最近は平日でもめちゃくちゃ混んでるからもうすごいゲストの数やわ、半端ない。チェーンソーゾンビが出てくる鬼滅のライド付近の様子だけど、いやーここももう安定ね、エントランスにつながる道でもあるからめちゃくちゃ混んでるな。で、ゴーゴー受けたゾンビのエリアやけど、いやーここもすげーわ、めちゃくちゃ賑わってる、すげーな。うわ、何この人混み、やば、グラマシーパークも超パンパンや。で、ヴァンパイア白ゴシックキラーのエリアやけどもうこれ諦めなあかんな、もう入場規制かかってるぞ、やばい。でミニオンパークのね様子を見に行くけどさ、いやここもこことでさ今日平日やけどねめちゃくちゃ人が多いな。うん、普通にねエリア自体めっちゃ賑わってる、もうショーダンス始まるわ。うわすげえタイミング、で悪魔ゾンビが出てくるここのジュラパエリアやけどさ、いやーこのオミ TV でここ結構好きよって言ってるけどもう好きないし今めちゃくちゃ賑わってんな。今フォークリブのカートやけどさ、俺やで
夜やでね、こんな並ぶ15分以上並ぶで、これえぐっ。もう最近ね、フードカートもね、夜めっちゃ混むんすよ。やっぱり全体的に混んできてる。うん、すごいな。で、アミティビレッジの様子やけど、ここゾンビ出てないよね。ゾンビ出てないけど、めっちゃすげえな。相変わらずめちゃくちゃ賑わってる。で、マハリーポッターエリアの様子やけど、いやー、ここね、もうデスイーターが出る影響でさ、めちゃくちゃ混んでる。もうさっきも来たけどね、ほんまにもうゾンビが出てくるエリアと変わらんぐらい混んでたよね。マジすごいわ。で、ワンダーランドの様子やけど、いやー、ここもすげえな。待ち列じゃなくて、あの混雑がめちゃくちゃ賑わってるぞ。これ一応並列やな。並列でもすごいな。で、ベルズドライブ周辺ではピエロゾンビが出てくるけど、いや、ここももう歩けないレベル、正直言ったら。めちゃくちゃ賑わってるぞ。すげえな。今日さ、俺さ、17時半にね、ユニバで入場しようと思ったらさ、なんかチケットブースの待ち列めっちゃ長くなってたんよ。で、それプラスね、入場ゲートの待ち列もね、すっごい長かったね。で、入れたのにさ、マジでもう20分ぐらいかかったよね。だからもう最近は、夜でもかなりね、入場するまで時間かかってます。マジすげえわ。で、夜も夜とって、マジで歩けないレベルで、めっちゃ賑わってたんですよ。で、一番俺驚いたのが、ヴァンパイアとシルボシックキラーが出てくるエリアやけど、で、ここのエリアね、マジで入場規制かかってたんですよ。で、入場規制のレベルも半端なくて、もうそれこそさ、ある一定時間に行っちゃったら、もうそこのエリアに入れないっていう。だから多分一時的に開放してるんやけど、人が多くなったらもう縛っちゃうみたいな状態になってるんですよね。これさ、去年とかもそこまでなってなかったんですよ、ほんまに。だからほんまにね、ヴァンパイアとシルゴシックキラーはめちゃくちゃ人気です。で、それ以外のね、ゾンビが出てくるエリアもね、もう全てね、混んでたんで、これからね、まあ、どん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 ね、ハロウィン通り過ぎ向けてね、まあ、混んでくると思うんですよね。そのこともね、覚えてください。で、このままめっちゃあんですね、まあ、ハロウィンユニバの攻略動画もね、まあ、上げてるんでね、概要欄からチェックね、お願いします。で、このままめっちゃね、もう一個のチャンネルで、ゆうたおめちゃんですチャンネルやってるんですよね。で、このチャンネルでは普段上げないようなね、動画も上げてるんで、それもね、概要欄にね、登録ね、お願いします。で、このままめちゃんね、どんだけ告知多いねんって話だけどさ、明日のね、21時からね、このね、おもめ TV で YouTube 生配信ね、しようかなと思ってるんでね、ぜひね、それもね、待っててください。以上、永遠に怪しい光を放し続けるまめちゃんでした。なにねそれ。はい、じゃあこれからもね、いろんなね、楽しい動画をお届けするので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーイ。